誇ったて。この番組はご覧になったことは加藤夏樹ちゃんの脚本通り泣ける絶対笑わせる男、そう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 、あれは確かに名勝負でしたね。名勝負でしたよ。誇ったて矛盾。ここにあることで困っている女性が。実はですね、携帯を水に落としてしまいまして、で壊れてしまったんです。携帯電話を水に落として使えない。5年ほど前になるんですけど、まあ、ポケットにいつものような携帯を入れながら、お風呂の掃除をしに行ったんですね。そしたら、ついポロッと落としてしまいまして、これにしか入ってない友達のアドレス、電話番号と住所があるので、それをどうしてもまあ復活させたいなって。どうしても復活させたい5年前に水没した携帯電話。一方、こんなことを言う男が。え、何言ってんの。絶対に水没した携帯電話を直すことができます。水没した携帯を無理だろ。そう語るのは、携帯電話の修理に命を懸ける男、柴田勉62歳。柴田さんが営むのは福岡県福岡市にあるリユース。こちらは壊れた携帯電話を修理し、通常よりも安い価格で販売しているお店です。日夜携帯の修理に励んでいる柴田の元には、全国から壊れた携帯電話が送られてくる。中でも圧倒的に多いのは、トイレに落とすなど水没してしまったというケース。こうなった場合、多くの人が諦めて買い替えるのだが、ほぼ確実に直ります。この男は直せると断言する。果たして柴田は5年前に水没した携帯電話を直すことができるのか。これはすごい対決。私もトイレに水没させたことがあって、おうおう、私はもう取り出して、こうやって手を乾かすところあるじゃないですか、はいはいはい、ここに携帯ずっと置いといて乾かしました。それどうした、結局治った。ダメでした。あ、やっぱダメ。小泉さんどうですか、ないですか、そういう落としたとか。防波堤からこう海に、うわこちらに行って取り行きましたもん。僕の場合はちょっと違ってね、うん、当時付き合った彼女が、うん、何これっつって、はい、何よこのメールって言われたから、あらあら、何勝手に見てんだっつって、うるせえって取り上げて、自分でバケツの中に入ってる水の中に入れた。水没した携帯電話も絶対に復活します。そう豪語する柴田のテクニックとは。あなたの携帯貸してもらっていいですか。僕ですか。はい、お願いします。え、僕の携帯、はい、どうする僕の携帯、はい、水没させんの。え、あら、こう、いやいやいや、入れますよ。マジで。おい。なんとスタッフの携帯をためらいもなく水へ。あ、聞いた。完全に水没。防水携帯じゃなくて、ね、これ違いますね。違う。一体これをどうするのか。まず内部を真空にする装置の中に携帯電話を入れる。真空にすると水を低温でも蒸発させることができ、この機械を使えば回路を高温にすることなく水分を蒸発させることができるのだ。そしてここからが腕の見せ所。携帯を分解し、顕微鏡を使って回路の隙間についた一つ一つのサビなどを手作業で落とす。指先のわずかな狂いも許されない精密な作業。こうですね。はい、できました。はい。果たして電源は。うっそ、そんな簡単に入った入った。うわ、見事に復活。画面もなんともなってない。しかもデータもバッチリ復元された。すごい。さらにこの時期に多いアクシデント、海に落としてしまった場合、携帯電話にとって最悪の塩分が含まれているが、この男の手にかかれば大丈夫。そうだよ。海水に落とした場合は先に携帯を分解し、基板を真水で洗浄、そして塩分を落とした状態で真空乾燥機へ。その後細かいサビなどを取り除けば。そう、あ、電源入った。これまた見事に元通りに。どんな状況で水没した携帯電話も絶対復活させます。絶対に復活させる。ならば、先ほどの5年前に水没したという女性の携帯電話も復活させることができるのか。
男のプライドと飽くなき研究心、その職人魂は5年という月日を乗り越え、失われた携帯電話の火を再び灯すことができるのか。5年前でしょ。後日、いや無理でしょ。柴田が修理した携帯を持って再び女性のお宅へ。すると、まさか、あ、入りました。電源入った。実に5年ぶりの電源オン。そして、あります。はい、ありました、欲しかったデータも復活。まさに究極の修理テクニック。いや、嬉しいです。まさか治るとは思わなかったので、ありがとうございました。そこで、水没により絶対に復活しないと諦めていた携帯電話をお持ちの芸能人の方、一報をお待ちしています。すごい。5年経った携帯を直しちゃったわけでしょ。そうですよ、5年前のものが復活するわけですからね。芸能人募集だったんですよ。そうなんですよ、あの水没して治らないという携帯をお持ちの芸能人の方は、ぜひ番組までご連絡いただきたいと思います。応募していいですか。いいですか。いわゆるこのなんて SD カードですか、あれが死んでるんですよ、完全に。前の写真が出てこないの。なるほど。で電話を変えたんだけど、普通写すじゃん、それ写せないのが一つあるんですよ。大事なその写真とかがあるんで、出てこないんですよ、やらしい写真とかも入ってるんですか。いや、入ってないです。それは入ってるわけないですよね。それは相談ですね。すぐ否定してくださいよ。